おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。本日の議員日程はお手元に配布いたした通りでございます。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は西村議員、中村議員、河村議員、以上3名の方を指名いたします。日程第2、2日に引き続き、一般質問を続行いたします。発言を求めます。はい、ここで暫時休憩いたします。休憩でに引き続き会議を再開いたします。西崎議員。はい、市長。3月2日の私の一般質問の中で、不適切な箇所がございましたので削除をお願いをする次第です。なお削除の箇所は次の箇所でございます。講談部分のこれまた時期を見て、これはまた時期を見て再質問いたします。次に質問を終えるにあたり一言申し上げます。我々議員は皆一般質問をするに際して10日から2週間もかけて資料を集め調査をし、そして質問書を書くわけです。こうした努力の末に質問しても執行部の回答はその場しのぎの誠意のないものであったり、検討するという上等句に終始してはなりません。どうか施策に取り入れるものは取り入れ、傾聴に値するものは真剣に考慮検討していただきたいのです。過ちを改めるに宿はなしという言葉でがあります。市政において変えの点がないか否か、皆さんぜひ胸に手を当てて考えてほしいと思います。毎回毎回むなしい一般質問とならないようこの点を切にお願いいたしまして、本日のすべての質問を終わります。以上の箇所でございます。よろしくお願いします。日程第2、2日に引き続き一般質問を続行いたします。早稲田議員。おはようございます。会派開校幸福実現党の早稲田真由美です。よろしくお願いいたします。では通告に従い質問に入ります。1番目、さまざまな脅威から市民の生命財産を守るためにの1点目、光市国民保護計画とはについてお尋ねします。防衛省によれば、今年に入り、1月5日から30日までの間に、北朝鮮はすでに6回のミサイルを発射実験を行っています。さらについ先日、今週日曜日、2月27日も弾道ミサイルを発射し、今年に入って7回となりました。この7回のうち、2回が極超音速ミサイルだったと言われています。この極超音速ミサイルは通常のミサイルとは異なり、軌道の予測がつきにくいため、現在の日本のイージス艦からの迎撃防衛システムが十分に機能しないという可能性が大いにあります。また、現在進行形で日々報道されているように、ウクライナ情勢も緊迫しており、武力攻撃事態等における
国民の保護のための措置に関する法律である国民保護法第1条に規定されている武力攻撃から国民の生命、身体及び財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするための国、地方公共団体等の責務、武力攻撃災害への対処等への関心は高まっています。そこで、我が国が外部から武力攻撃を受けた場合や、平時に大規模なテロ等が発生した場合など、有事発生の際に、市内に居住または滞在している人の生命、身体及び財産を保護するため、住民の避難や救援及び武力攻撃災害への対処に関する措置など、国民の保護のための措置等を定めた光市国民保護計画についてお尋ねします。概要をお示しください。2点目、ミサイルが光市上空を通過した場合はについてお尋ねします。もしミサイルが光市上空を通過するような場合は、どのような対応をされますか、お示しください。3点目、本市システムへの不正アクセスに対するセキュリティ対策についてお尋ねします。選考議員と質問内容が重なる部分はありますけれども、質問いたします。不正アクセスとは、本来アクセス権限のない第三者が、不正にサーバーや情報システムの内部に侵入したり、ウェブサイトの管理画面にログインしたりする不正行為です。不正アクセスの手口として多いのが、インターネット経由でのマルウェア感染によるものです。マルウェアとは、悪意を持ったソフトウェアの総称で、端末を利用するユーザーに気づかれることなく、秘密裏で攻撃を仕掛けるものが多いのが特徴です。その結果、サーバーや情報システムに損害を与えたり、機密情報を不正に抜き取られ、漏洩してしまうなど、甚大な被害を及ぼします。世界中とつながっているインターネットだからこそ、不正アクセスは国内外問わずどこからでも行われる可能性があり、大事な顧客情報や個人情報を扱う企業や自治体は、特に細心の注意を払う必要があります。先日もサイバー攻撃の影響を受け、大手企業が国内の14の工場すべてで稼働を停止するようなことも発生しました。そこで3点目、本市システムへの不正アクセスに対するセキュリティ対策についてお尋ねします。2番目、選挙についてお尋ねします。1年前も選挙について質問しましたけれども、再度質問させていただきます。またこちらも選考議員の質問と重なる部分がありますが、1点目として、令和4年2月の県知事選挙、県議会議員補欠選挙についてお尋ねします。投票率の状況はいかがでしょうか、お示しください。次に、投票用紙紛失への対策について質問します。と言いますのは、この度の県知事選において、美祢市選挙管理委員会で投票用紙が紛失したという発表がありました。配布資料の1をご覧ください。記事が掲載されています。本紙は大丈夫でしょうか。投票用紙紛失への対策についてお尋ねします。2点目。投票率向上に向けての他自治体の取り組みについてです。国政選挙、地方選挙を通じて投票率が低下傾向にある中、日経クロストレンドによりますと、2021年衆院選投票率都道府県別ランキングにおいて、投票率1位は山形県で 64.34%、そして最下位は 49.67% の山口県ということでした。今回 50% を割ったのは山口県だけであるとのことで、非常に残念です。
そこで投票率向上に向けて他自治体の取り組みについてですけれども、あ、投票所へ行くことができない高齢者等への対策の一つとして移動期日前投票所が考えられます。他自治体の事例や本市の回答は選考議員の質問に対する答弁で確認できました。そして投票所へ行くことができない高齢者等への対策、1年前の同質問に対して、投票所に行くことなく自宅等で投票ができる制度として郵便等による不在者投票の制度についての答弁をいただきましたけれども、その後対象者について変更等がありましたでしょうか、お尋ねします。次に、若者への対策、啓発活動等について、こちらも前回の答弁では高等学校において選挙出前講座を行っているなどの回答でした。若者への対策、啓発活動等他自治体の取り組みといたしまして、下関市では、若年世代の投票率の向上を図るため選挙の啓発活動に取り組む下関市選挙啓発サポーターを市内在住または在学在勤の18歳から25歳までの方から公募し、現在下関市立大学生および梅光学院大学生の計17名を任命しています。サポーターの皆さんは任期1年となっており、20代の世代別投票率をトップにを目標として掲げ、投票率向上の取り組みの企画や選挙時の投票所事務などに従事されるそうです。昨年令和3年11月には議会の概要や選挙に関する説明などを実施する県議会訪問見学を行ったとのことです。下関市以外にも全国的に若者選挙サポーターを募集し啓発活動を進める自治体が増えています。光市においてはいかがでしょうか。う、商業施設等への投票所設置等についてお尋ねします。各地で商業施設等に投票所が設置されていますが、光市はいかがでしょうか。まあ、過去にも同僚議員の質問でもあったかと思います。また周南市や柳井市で行っている投票済み証明書の発行についても光市ではいかがでしょうか。3点目、新型コロナウイルス感染症による入院または自宅待機者の投票についてどのようになりますか。そういった場合はどうでしょうか、お尋ねします。4点目、デジタル化に向けて質問します。昨年の一般質問の際にはオンライン申請について伺い、申請は認められていないが事前審査について田島市の対応状況を研究していくとの答弁でした。昨年9月にデジタル庁が設置され、今後さまざまな分野でデジタル化が進んでいくと思われます。申請だけでなく投票スタイルなどについて国からデジタル化に向けての方向性など何かありますでしょうか、お示しください。3番目、恵まれた自然を生かした市民の森の活用について質問します。今年に入り、また新型コロナウイルス感染症の流行によりまん延防止重点措置期間なども設定されました。その期間には県外など遠方への旅行などについては自粛ムードでしたので、休日に私自身も改めて光市内をドライブしてみました。その一つが冠山総合公園のそばから入るコバルトラインです。道の途中の看板に市民の森とありまして、私が数十年前に車で走った時とはちょっと風景が変わったなというふうに感じました。以前の記憶の景色より整備されているように見受けられました。そこで1点目、市民の森の成り立ちについてお尋ねします。車を走らせ時々車を止めて森に立つと、2月上旬の冬ではありましたが、すがすがしい空気と木々の香りが漂い心も体もすっきりしてきました。本来ならば今年も2月26日に
コバルトウォークというイベントが企画されていましたが、新型コロナウイルス感染症流行の影響により中止となり、本当に残念なことだなと感じました。そこで市民の森についての2点目、コロナ禍以前の活用事例について質問します。コロナ禍以前はどのようなイベントが行われていましたでしょうか、お尋ねします。市民の森コバルトラインを車で走っていきますと、萩野平展望台という駐車場につき、山の上から見渡すと一面海が見えまして、その美しい景色にまたまた大感動いたしました。ところが駐車場の地面を見るとタバコの吸い殻が10本以上落ちており、ちょっと悲しい気持ちになりました。さらに山火事などについても心配です。そこで3点目、市民の森の管理状況についてお尋ねします。最後に4点目、市民の森の活用に向けてお尋ねします。今後この恵まれた自然を生かした市民の森の活用についてどのようにお考えでしょうか、お示しください。以上で私の壇上からの質問を終わります。小田総務部長。おはようございます。それでは1番目の1点目、国民保護計画についてお答えを申し上げます。国民保護に関しましては、平成16年6月に成立した武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法に基づき、国が定めた国民の保護に関する基本方針に沿って、万一の武力攻撃や大規模テロの際に迅速に住民の避難を行うなど、国、県、市町村、関係機関などが協力して住民を守るための措置を講じようとするものであります。従いまして、お尋ねの国民保護計画に関しましては、この基本方針に基づき、指定行政機関であります省庁や都道府県は国民保護計画を、日本銀行や赤十字社、さらには国が指定する電気、ガス、輸送、通信、その他の公益的事業を営む法人は、個々の役割に沿って国民保護業務計画を作成することとなっております。また、都道府県の国民保護計画に基づきまして、市町村は国民保護計画を、また、指定地方公共機関は国民保護業務計画をそれぞれ作成することとなります。この国民保護計画が想定します状況は、武力攻撃事態と緊急対処事態の2つに類型化をされております。まず武力攻撃事態は、1、着上陸侵攻、2、ゲリラ特殊部隊による攻撃、3、弾道ミサイル攻撃、4、航空機による攻撃、以上となっており、緊急対処事態につきましては、1、原子力事業所等の破壊、石油コンビナートの爆破、2、ターミナル駅や列車の爆破、3、炭疽菌やサリンの大量散布、4、航空機による自爆テロなどとされております。こうした事態が生じた場合に、国民保護措置の3本柱であります、住民の避難、避難住民の救援、武力攻撃災害への対処、これに関する措置を講じようとするもので、本市におきましては平成19年1月に計画を策定し、その後年次的な改定を重ねておりまして、現計画は令和2年2月に改定したものであります。計画に基づきます具体的な市の役割は3項目あります。1つ目が情報の伝達、2つ目が住民等の避難誘導、
3つ目が県が実施する避難施設の供与や食料品の提供などの救援、これに関する協力などとなっております。また国民保護措置に関する市の対策本部の設置につきましては、地域防災計画に基づく災害対策本部とは異なっておりまして、市長の判断で設置するのではなく、国の事態認定、これに基づきまして内閣総理大臣から総務大臣へ、また山口県知事を経て対策本部を設置するべき市として指定された際に設置することとなっております。具体的な事態に対する国、県、市の役割を簡単にご紹介をいたしますと、国が警報を発令をし、県が警報を市に通知し、市はこれを受けて住民に警報を伝達することとなります。また避難指示に関しましても、国が県に避難措置を講じるように指示をいたします。また県の避難指示を受けまして、市は避難指示を伝達する立場となる点が通常の災害対応と大きく異なる点であります。このように市は住民の避難等に関する役割を担うもので、武力攻撃等に対する排除措置などは当然国の責務となっております。次に2点目、ミサイルが光市上空を通過した場合の市の対応についてであります。弾道ミサイル等が我が国に向けて発射をされ、日本の領土や領海に落下したり、領土や領海を通過する可能性がある場合には、国の全国瞬時警報システム、いわゆる J アラートにより影響があると想定される地域に情報伝達があります。本市の上空を通過した場合につきましては、本市では J アラートの受信機と防災行政無線システムを連携させておりますことから、自動的に防災行政無線が起動し、市内77カ所に設置しております屋外拡声庫局、こちらのスピーカーの方からサイレン音とメッセージ放送を行うこととなります。また携帯電話やスマートフォンからは J アラートと同時に携帯電話事業者からの緊急速報メール、市からのメール配信サービスにより緊急放送が配信されることとなります。また市におきましては、ミサイルが日本に落下する可能性があると国が判断した場合には、着弾場所が日本領土内であれば光市緊急事態連絡室、これを設置し、全部局長を招集し情報収集に当たることとなります。さらに光市や近隣への着弾が予測される場合には、 J アラートを通じた市民の皆さんへの屋内避難の呼びかけに加えまして、全職員を非常参集した上で、国の指定に基づき光市国民保護対策本部を設置し、国県との連携のもと、住民の避難誘導や県の行う救済措置への協力などの対応を図ることが想定をされております。以上であります。岡村政策企画部長。おはようございます。次に3点目の本市システムへの不正アクセスに対するセキュリティ対策についてお答えをいたします。先行議員にお答えいたしましたように、本市では県のセキュリティクラウドを介してインターネットに接続をしており、接続点を一箇所に集約した上で許可していない通信を遮断する機能や、不正通信を検知防御する機器を駆使しながら通信を常に監視分析解析する高度なセキュリティ対策を実現し、不正アクセスの防止等に努めているところでございます。また市のネットワークをマイナンバー利用事務系、 LG1 接続系、インターネット接続系、この3層に分離をすることで、インターネットに接続するネットワークと個人情報を扱うネットワークを物理的に切り離し、仮に
インターネット系のネットワークでマルウェアなどの感染が発生をしたとしても個人情報の抜き取りなどの被害に波及をしない構成としております。議員ご案内のとおり、不正アクセスやウイルス攻撃などの手口は日々巧妙化をしておりますが、こうした脅威から個人情報をはじめとする行政情報を守るため、常に情報セキュリティに万全を期すとともに、情報に携わる職員のセキュリティ意識を高めるなど必要な対策を講じていきたいと考えております。以上でございます。早稲田議員。はい、国民、光市国民保護計画等についての答弁をいただきました。あってはならないことですけれども、そういった場合に光市としてどういう計画があるのかという概略をお伺いすることとなりました。そこで再質問させていただきます。まず1点目、新しく防災司令拠点施設ができると思いますけれども、そちらには光市国民保護計画において想定されている武力攻撃事態および緊急対処事態を対象としたものがあるのでしょうか、お尋ねいたします。小田総務部長。防災司令拠点施設についてでありますが、これは基本計画の整備方針の中でもお示しをしておりますが、高い耐震性を有してあらゆる災害に対して機能を発揮できる施設として整備しようとするものであります。対象は地震や台風などをの自然災害を想定しているものであります。従いまして、一般的な、例えばシェルター、こういった機能も含めまして、武力攻撃事態等を想定したミサイル等への体力や装備は備えておりません。一方、情報の収集はもとより住民の避難誘導や県の救済への支援、こうしたものが生じた場合には総合防災情報システムによりまして、国等から発信される情報の一元管理に加えまして、避難経路の特定や避難場所の指定、避難状況の把握などが容易となるなど、より的確な対応が期待できるものと考えております。以上であります。早稲田議員。はい、シェルターなどはなくて、避難に対応するものは揃っているというようなご答弁を今いただいたと思います。ではもう、また次の質問をいたします。今避難について、おっしゃられたと思うんですけれども、避難救援および、武力攻撃災害への対処に関して平素からの備えはどのようになっていますでしょうか。またそういったものに備えての職員さんへの研修等も含めてお示しください。小田総務部長。国民保護に関する備えについてであります。市民の皆さんの安全を確保することがこの計画の主眼でありますことから、基本的には国と連携した J アラートによる情報伝達訓練を年に4回定期的に実施をいたしております。今年は2月の16日にも実施したところでありますが、受信機の受信状況や防災行政無線の自動起動による放送動作の確認を行いましたが、いずれも不具合なく実施できたところであります。また職員への研修についてでありますが、ミサイル発射等が頻発した平成29年の4月には緊急部長会議を開催しておりまして、国民保護計画の概要や市の役割と行動、こうしたものについての研修と初動体制の確認を行いますとともに、翌5月には課長級職員への研修を実施するなど、危機管理体制の徹底を図っているところであります。また防災危機管理課の職員に対しましては、配属後消防庁が行っております防災危機管理 e カレッジ、これの国民保護コースを受講させておりますし、今年度は県の職員等を対象に
国がブロック別に実施しております J アラート研修会に本市の職員2名を受講させるなど、国民保護に関する知識の取得にも努めているところでございます。以上でございます。早稲田議員。はい、研修等について今さまざまに伺いました。平成29年には、日頃そういう、起きないようなミサイルが、日本の上空を通過するようなことがあり、緊急部長会議が開かれたというふうに今答弁で聞いて、皆さん大変だったかなと、日頃そういうことが起きないことですので、推察いたします。また職員の方々は J アラートの研修会とかに参加しているという答弁をいただきました。情報伝達ということがやっぱり市にとってはとても大事なのかなと先ほどの話から今感じております。もう一つ質問いたします。ミサイル攻撃がもし行われた場合、市民の取るべき行動、私たち市民はどういう行動を取ればよいかについてお示しください。小田総務部長。弾道ミサイルによる攻撃につきましては、攻撃目標を特定することが極めて困難でありますし、発射から着弾までの時間が極めて短いことから、市民の皆様には J アラートが発せられた際には躊躇なく速やかに避難行動を取っていただくことが必要となります。特に内閣官房の資料によりますと、平成28年2月に発射された弾道ミサイルは約10分後に1600キロ離れた地域の上空を通過しておりますし、新しいタイプのミサイルにつきましては2倍以上のスピードとも言われておりまして、ほぼ猶予はない、このように考えて行動されることが大切であります。具体的な避難行動について申し上げますと、屋外にいる場合には近くのコンクリートの建物などできるだけ頑丈な建物に避難をしてください。地下街や地下鉄がある場合には地下に避難をする、近くに建物がない場合には物陰に身を隠すか地面に伏せて頭部を守る、屋内の場合にはすぐ近くに頑丈な建物等がある場合には直ちにそちらに避難をしてください。それができない場合にはできるだけ窓から離れること、可能なら窓のない部屋に避難をお願いをいたします。また着弾後は付近に近寄らないことは当然でありますが、化学兵器を含めてさまざまなタイプの弾頭が想定されますため、風下には逃げず風上を目指して避難することが必要であります。こうした弾道ミサイルの落下時の行動に関しましては市のホームページにも掲載しておりますが、内閣官房の国民保護ポータルサイトへリンクも貼っておりますのでご参照いただきたいと思います。最後に着弾が想定される際の避難放送をご紹介いたします。直ちに避難、直ちに避難、直ちに建物の中または地下に避難してください。ミサイルが〇時〇〇分ごろ山口県周辺に落下するものとみられます。直ちに避難してください。重ねて申し上げます。ミサイルはどこに着弾するか分かりませんし、逃げるまでの時間もごくわずかです。J アラートが流れた場合には躊躇することなく速やかな行動を起こしていただくことをお願いして、答弁といたします。以上でございます。早稲田議員。はい、今の、文言を聞いているだけでも何かもうちょっと、なんかちょっと辛くなってくると言いますか、実際今世界ではそういうことに直面している方々が、おられるわけです。はい、そして、不正アクセスに対するセキュリティ対策については先行議員の答弁で理解しましたので再質問は、
なく、まとめといたしまして、先ほど、ミサイルがもし発射された場合 の着弾には本当に時間がないということが言われたわけですけれども、現在の日本はミサイル着弾時の初期動作や具体的な避難方法が周知徹底されておらず、武力攻撃時の避難場所や化学兵器に対する初期動作が徹底されていない状況では二次災害を招く恐れがあります。パニックに陥れば陥るほど被害が拡大し、多くの市民の生命が危険にさらされることになります。本来そういったことはあってはならないことでありますけれども、他国では現実に起きています。これを機会に外国の問題として捉えるのではなく、私たち日本人の問題として考える時が来ているのかなと考えております。それからまた追加の提案なんですけど、外国資本による土地の買収等についても昨今懸念される事案が多くなっています。お手元に配布している資料がございます。丸2番になります。昨年令和2年12月岩国市議会の一般質問で、岩国市三輪町の太陽光発電事業について市の監視体制強化などを求める意見が出されました。配布資料の丸2、はい、日刊岩国の新聞記事でございます。メガソーラー事業のため土地を取得した事業会社が他国に本社を置く日本法人に買収され、当初の予定通りの開発が進められるのかなど住民も不安感を抱いており、市の監視体制強化などを求める意見があったとのことです。次に裏の配布資料3をご覧ください。林野庁のホームページにより外国資本による森林買収に関する調査の結果についてのプレスリリースでございます。それによりますと、平成18年から平成22年には40件620ヘクタールであったものが、令和元年には264件2305ヘクタールとなっています。もちろんそのすべてが脅威ではないとは思いますけれども、外国資本による土地買収から始まる所有者不明の土地問題が各地で発生しています。会社の実態が分からず、太陽光発電所関係だけでなく土地の利用目的が不明で、何のために取得したのか分からないと地元住民の不安が募っている地域もあるようです。札幌大学経営学部教授佐藤育夫先生が視点論点にて、行政から連絡が取れず誰が真の保有者か自治体では分からなくなることも問題であり、それに付随して固定資産税の納税者が補足できないことが現実に起きていると発言されています。固定資産税が徴収できない懸念があるということです。固定資産税は地方税の約4割を占める重要なものです。このようにさまざまな日本の国益を害する問題、さらに安全保障にとっての重大な懸念が発生しています。光市におきましても、さまざまな脅威から市民の生命財産を守るために、光市国民保護計画に基づき全力で取り組んでいただきますよう強く要望いたします。以上でこの講を終わります。門で選挙管理委員会委員長。はい、それではご質問の2番目、選挙についての1点目、令和4年2月の県知事選挙、県議会議員補欠選挙においてお答えします。まず投票率の状況ですが、令和4年2月6日に執行しました県知事選挙の本市の投票率は、前回2018年を 9.27 ポイント上回る 49.36% でした。県知事選挙における県全体の投票率は、前回2018年を 1.58 ポイント下回る 34.91% で過去最低を記録しました。本市は県内13市の中でトップの投票率でした。次に同日執行しました県議会議員補欠選挙の投票率は、前回の一般選挙は無投票でしたが、前々回2015年の一般選挙を 3.05 ポイント下回る
49.03% でした。続きまして投票用紙紛失への対策についてお答えします。本市では選挙当日の投票管理者や職務代理者を対象にした説明会を実施しており、その中で投票用紙の取り扱いについて注意喚起を行っております。特に感染症対策として事務従事者は手袋を装着しており、指先の感覚が鈍ることから投票用紙の二重交付とならないよう、また一度卓上に投票用紙を並べて1枚ずつ配布するなど確実な交付を行うよう対応を徹底しており、これまで同様の事案は発生しておりません。次にご質問の2点目、投票率向上に向けてについてです。まず投票所へ行くことができない高齢者への対策についてお答えします。郵便等による不在者投票については、その後対象者の条件について変更等は行われておらず、本市では現在3名の方がこの証明書の交付を受けておられます。次に若者への対策、啓発活動等についてお答えします。本市におきましても投票率は全体的に低下傾向にあり、中でも年代別では20歳から24歳の層が一番低く、その前後の年齢層を含め若年層の投票率が低くなっております。ただいま議員からご紹介のありました若者選挙サポーターにつきましては、本市においても若年層の投票率の低下は重要な課題と考えておりますので、今後先進地の事例なども参考に明るい選挙推進協議会と一緒に調査研究をしていければと思っております。次に商業施設での投票所ですが、県内では下関市、山口市、周南市、岩国市などが大型のショッピングセンターでの期日前投票を実施しています。大型のショッピングセンター等への設置は投票率の向上や多くの有権者の目に触れること自体が一定の啓発効果があるものとされております。しかしながら二重投票防止のための新たなネットワークの構築、投票所スペースの安定的な確保、投票の秘密等を確保するためのスペースの確保があります。先進地の事例なども参考に調査研究したいと考えております。次に投票済み証明書の発行についてお答えします。投票済み証明書につきましては、以前答弁いたしました通り、公職選挙法に規定がないことに加えて、投票の秘密保持の前提となります投票したかどうかを公表することになりますことから、現在交付は行っておりません。次にご質問の3点目、新型コロナウイルス感染症による入院または自宅待機者の投票についてお答えします。新型コロナウイルス感染症により入院されている方は、入院先の病院で不在者投票を行うことができると考えております。また令和3年6月23日以後、その期日を公示または告示される選挙から特例郵便等投票が可能になりました。この特例郵便等投票は、新型コロナウイルス感染症で自宅療養または宿泊療養している方を対象に、郵便等により不在者投票をすることができる制度でありますが、
本市においてはこれまで事例はございません。次にご質問の4点目、デジタル化に向けてについてお答えします。政府において決定されたデジタルガバメント実行計画において地方公共団体が優先的にオンライン化を推進すべき手続きの中に衆議院参議院選挙の不在者投票用紙等の請求が掲げられています。本市においては本件を含め個別の課題ごとに関係部署からの職員からなるワーキンググループを設置し、オンライン化に向けて調査研究を行っているところです。以上でございます。大阪議員。はい、こちらの選挙についての問題については選考議員への答弁でもいろいろとお伺いすることができました。投票率低下を何とか解消しなければということで、一歩でも、ね、前進してほしいなと、何かこうやってみたらいいかなというふうな思いがあるわけなんですけれども、1点だけ質問いたします。令和4年2月の県知事選挙、県議会議員補欠選挙について、同日に複数の選挙があったと思うんですけれども、その場合の問題点、困難なことがありましたら教えてください。お尋ねします。門で選挙管理委員会委員長。はい、令和4年2月の県知事選挙、県議会議員補欠選挙についてお答えします。今回の選挙では複数の投票があったことから、有権者が投票内容に混乱したり、投票の事務が煩雑になったりしました。特に県知事選と県議補選では告示日が違うため、県議補選の入場券や選挙公報がまだ届かないなどの問い合わせが多くありました。以上でございます。早稲田議員。はい、なるほど、告示日が違うので、そういった問い合わせがあるということですね。はい、わかりました。では壇上でも申しましたけれども、2021年の都道府県別ランキングにおいて山口県が投票率最下位ということでありまして、高齢者や若者だけでなく有権者が投票しやすい環境を一層整備し、投票率の向上を図っていくことがとても重要な課題だと考えています。投票環境における制約から、有権者に有効な投票機会を提供できていない側面があるのであれば、公正確保に留意しつつ、少なくともそのような制約についてはできるだけ解消改善し、有権者一人一人に着目したさらなる投票機会の創出や利便性の向上に努めていくべきだと考えます。例えば昨年の2021年第49回衆議院議員選挙、総選挙においては、イオン系では全国105カ所の商業施設に期日前投票所や当日投票所が設置されています。今後の投票環境の向上に向けて、具体的には期日前投票の活用や投票所への移動支援、そういった創意工夫に加え、投票所に行けない方のために郵便等投票の対象者を拡大するなど、制度的な前提を整備するための検討もどうぞ進めていってください。一歩でも前進することを、期待しております。では選挙についての再質問は終わり、この項は終わります。太田経済部長。おはようございます。それでは3番目、恵まれた自然を生かした市民の森の1点目、市民の森の成り立ちについてお答え申し上げます。市民の森は昭和40年に萩の平周辺、昭和43年には室積千宝山と度重なる林野火災により約260ヘクタールの森林が消失するなど荒廃が進んだことから、地産地水機能が期待される森林を造林し、自然との融和調和のある社会生活を実現するための憩いの場を提供することを目的として、
山口県が事業主体となり、昭和51年から53年の3カ年で約 9.4 ヘクタールを造成改良し、70種1万6300本を植樹するなどの整備を行い、昭和54年4月に供用開始となっております。山頂からの眺望は素晴らしく、これまでも多くの市民に親しまれ、植樹から40年以上が経過しておりますことから、木々は成長し、現在は森林浴の場としても利用されております。次に2点目のコロナ禍以前の活用事例でございますが、主なものといたしましては、11月のコバルトライン探索ウォークラリーの開催や、2月の梅まつり期間中に開催される梅まつりコバルトウォークなどにおいて利用され、また年間を通して ご活用いただけるよう、光健康環境観光ウォーキングマップには市民の森を満喫できるコバルトラインコースが掲載されております。その他、高校のマラソン大会やオリエンテーリングにも利用されておりました。しかしながら、昨年度本年度とコバルトライン探索ウォークラリー、梅まつりコバルトウォークは中止、また学校行事も本年度は中止となり、利用者が減少しておりますが、新型コロナウイルス感染症が収束した暁には以前のように多くの市民の方々に親しまれることを期待しているところでございます。3点目の市民の森の管理状況についてお答えを申し上げます。市民の森は室積湾が見渡せる眺望の良い萩野平をはじめ全12箇所が整備されておりますが、これらの管理につきましては現地の草木の状況やそれぞれの箇所の利用状況等を踏まえ、近年は1年あたり5箇所程度の樹木の伐採や草刈り等の維持管理を実施しております。また萩野平やコバルト台地には以前ゴミ箱が設置されておりましたが、生活ゴミや家電等の不法投棄がこれらに集中するため令和元年度に撤去しております。ゴミ捨てやタバコの投げ捨てを禁止する看板はコバルトライン沿道のみに設置されておりますので、これらを市民の森にも拡大するなど、今後とも不法投棄の抑制に努めてまいりたいと考えております。4点目、市民の森の活用に向けてでございます。市民の森の活用につきましては、先ほどコロナ禍以前の活用でご説明いたしました各種事業がコロナの収束とともに再開されることを期待する一方で、この機会を契機として市民の森とコバルトラインを併用した少人数でも楽しむことができるウォーキングやサイクリングなど、コロナ禍に適した密にならない活用を検討してまいりたいと考えております。また利用者の増加を図るためにも、市民の森の良さを改めて PR するため、森林の持つ癒し効果や魅力などに加え、今後再開される各種イベント情報等についても市ホームページ等を通じ市民の皆様に情報発信してまいりたいと考えております。さらに新年度につきましては、令和6年度から徴収が開始される森林環境税への理解を深めるための取り組みとして、市民の森を活用した森林体験学習を検討しております。次世代を担う子どもたちに自然を守り育むことの大切さを伝え、合わせて森林や木材についての理解を深めることを目的に実施してまいりたいと考えております。以上でございます。浅田議員。はい、市民の森について、答弁をいただきました。開発等は山口県が関わってきたように、最初に市民の森の成り立ちでお伺いしたんですけれども、現在は県とのこう関わりといいますか、そういったものはどのようになっているのでしょうか、お尋ねします。太田経済部長。先ほどご答弁申し上げましたように、市民の森は山口県が実施主体となりまして、昭和51年から53年までの3カ年、これを事業として、事業費約1億4000万をかけ、多くの市民に親しまれる森林として整備いたしました。その後、当該施設の維持管理等につきましては、
山口県から本市へ移管されておりますので、現状県の関わりはございません。以上でございます。浅田議員。はい、現状の県の関わりはないということですね。わかりました。では次の質問です。コロナ禍以前の活用事例で、先ほど、コバルトウォークとか、なんかマラソン大会などの話も聞いて、まあ、自分も高校の時になんかあの辺りを走ったような気がするなと思いながらですね、いろんなイベントがあるというのを聞いてきたわけですけれども、その活用事例の中で一番人気といいますか、または市民参加数が多かったものについて教えてください。太田経済部長。市民の森の活用事例で一番参加が多かったものを申し上げますと、毎年梅まつり時期に合わせて開催しております梅まつりコバルトウォーク、これがやはり一番参加が多いものでございます。でこれは総合体育館を出発しまして、コバルトラインを経路としてゴールは冠山総合公園の完売広場となっております。いくつかのコースがありますけども、コバルト台地を折り返すコースが一番長いコースとなっております。毎年、多くの方が参加され、一番多い時は約700名の方が参加されました。まあ、ここ2年間は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、中止となっておりますけども、大変人気のイベントでございます。以上でございます。早稲田議員。はい、やはり梅まつりに合わせたコバルトウォークが大変人気ということを今、確認いたしました。確かに歩いて歩きながら梅もこう楽しめるので、木々と梅と両方にこう味わいながら、また展望のいいところでは海も見えますので、素晴らしいイベントです。まあ、コロナ禍だからこそ何かちょっと工夫すれば、皆さん、今市内でそういったものを体験したいと思う方多いんじゃないかなと思います。じゃあ次の質問に入ります。市民の森の管理状況についてなんですけれども、眺めの良い場所に木が伸びていて、こうせっかく景色がこう良くってカメラで撮りたいなと思って、ちょっと思っても木が邪魔だったりするとこう残念な場所もありました。森林の剪定とか伐採について何か計画とか施策がありましたらお示しください。太田経済部長。再度のご質問でございます。12箇所ある市民の森のうち、萩野平、コバルト台地、安らぎの広場は高台に位置しておりまして、室積湾が見渡せるなど瀬戸内の素晴らしい眺望が楽しめる場所でございます。しかしながら安らぎの広場は、雑木が繁茂しておりまして、令和4年度事業として、お計りをしておりますけれども、山口、森林づくり県民税、これを活用いたしまして集計、伐採を行い、眺望の改善を図ることにより、その名のごとく安らぎの場を提供してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。早稲田議員。はい、活用できるそういう施策がありましたら、ぜひ実行していただければと思います。では次の質問ですけれども、市民の森の活用に向けて、考えるときに、冠山総合公園方向に途中で折り返す場合は良いのですけれども、市民の森を通るコバルトラインをそのままずっと車で走り抜けて、萩野平を過ぎて田伏町との境目あたりから室積方面に抜けていく道については、急に道路が狭くなったり、道路側面の木々の状況が悪くて対向車とすれ違うことなども含めて、車を運転するのがちょっと怖くなる感じだったです。でこの辺りの道路の整備についてはどのようになっていますか、お尋ねします。佐藤建設部長。おはようございます。コバルトラインについてのお尋ねでございます。コバルトラインは延長約14キロメートルの市道であり、安全な通行に支障とならないようにパトロール等で通行に支障となる機能
伐採や毎年市道沿いの草刈りを定期的に行うなどの維持管理を行っているところでございます。市道の整備につきましては、限られた財源の中で交通量や緊急性などを勘案し、優先すべき道路を選択しながら道路整備に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。浅田議員。はい、道路の整備については緊急性や通行量ということで、確かに私が走った時も、1、2台しかすれ違ってないから、通行量は少ないんだと思います。はい、ただちょっともったいないなという感じがしております。まとめといたしまして、市民の森、光市の財産ですので、なんとか、コロナ禍でもあるし活用できないかなと考えておりまして、光市のホームページの市民の森、のページをちょっと見てみたんですけれども、静止画像で、12の森の説明があるんですけれども、紅葉の森だったかな、そういうところも別に紅葉じゃないこう写真が載っていたり、野鳥の森とかでもやっぱり静止画像ではなかなかこうだからなんだろうなっていうちょっと感じもしてしまうので、野鳥の森とかは野鳥のさえずりをこうちょっと聞いてみるページにしたらどうかとか、あとは森の探索の静止画じゃなくて動画にしてこう、見たら楽しめるのかなとか、あとはもう利用も増えるのかなというふうに感じました。新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置期間を過ぎても、まだまだ感染者は出ていまして、油断はできない状況です。でもそんな時だからこそ遠くへの旅行を控える方も多いと考えられます。こんなコロナ禍だからこそ市内観光を楽しむ市民もおられるのではないかと考えます。私もその一人で、今回改めて市民の森という自然あふれる本市の宝に気づくことができました。先ほど答弁でありましたように、看板の設置等についてもところどころにはそういうポイ捨て禁止とか、山火事注意みたいなものがあったんですけれども、もうちょっとこう設置考えていただけますと、市民の意識、あとはそういったせっかくきれいな場所が汚れなくて済むのかなと思います。市民の森は市民のための健康促進機能、先ほどウォーキングやサイクリングなど の案もあるようなことをおっしゃられてました。レクリエーション機能、自然環境の学習機能、防災機能、景観機能などさまざまな役割を持っていると考えます。この宝を生かした事業とか施策を検討していただきますよう要望いたしまして、私のすべての質問を終了いたします。ここで暫時休憩いたします。再開は新年をもってお知らせいたします。なお10分間程度の休憩といたします。